イーラ・ゲルハルディはドイツの画家である。1891年から1913年の間、パリで活動した。ノルトベストファー練習のハーゲンで医者の娘に生まれた。1869年に父親が亡くなった時は7歳で、家族はデトモルトに移り、デトモルトの高等女学校で学んだ。画家になりたがったが、 美術の道に進むことができたのは28歳になってからで、1890年にミュンヘン芸術家協会の女性美術学校で女性風景画家のティナブラウに学んだ。1891年にパリに移り、女性や外国の芸術家が学んでいた私立美術学校アカデミーコラロッシュに入学した。アカデミーコラロッシュではイエルカローゼンと友人になり、 ローゼンと結婚することになる作曲家のフレデリック・ディー・リアスとも親しくなった。1900年からオーギュストロダンと知り合い、モンパルナスのカフェ、ドームに集まった芸術家の一人となった。当時パリで活動していたドイツからの芸術家には、ケーテ・コルビッツ、オティリー・レーダー・シュタイン、マリアス・スラボナ、アーラース・ヘスターマン、フランツ・ネルケンらがいて、ウーデラのコレクター、画商も活動していた。 作品を描く以外にパリの新しい芸術をドイツに紹介するための展覧会の企画や作品の購入の仲介に関わった。ハーゲンに個人美術館を創設した美術愛好家パトロンのオストハウス、カール・エルンスト・オストハウスにロダンやアリスティド・マイオールを紹介した。1907年にベルリンでフランス美術展を開き、1910年にはパリで ドイツ美術展を開いた。美術教育などのために、ライプツヒ、ベルリン、ワイマール、ハーゲンを旅した。ドイツ画家協会の会員になった。1910年の国際美術連合の展覧会や、アンデパンダン展、ベルリン分離派やミュンヘン分離派の展覧会に出展した。健康上の理由で1913年に、パリのスタジオ閉ジ、デトモルトの実家に戻った。 1927年に流電車糸で亡くなった。ありがとうございます。